バズオルドリン、バズオルドリン、1930年1月20日隊は、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、空軍軍人、エンジニア、宇宙工法学博士、ジェメニ計画及びアポロ計画に飛行士として登場、アポロ11号の月着陸船パイロットとして、人類初の月面着陸に貢献し、月面歩行を行った、史上2番目の人類となった。 生誕時の名は、エドウィン・ユージン・オルドリン・ジュニア、と言ったが、本人は、子供の頃から、バズ・オルドリンで通っており、署名も私文書、公文書を問わず一貫してとしていた。このため文献によっては、エドウィン・ユージン、バズ・オルドリン、と紹介するものもある。この2名の方を法的に、正式名として改めたのは、1988年のことである、バズの由来不幸せで参照。 アメリカ合衆国ニュージャージー州、モントクレア出身。父は、ロバート・ゴダードの教え子だった、エドウィン・ユージン・オルドリンシニアである。月面への第一歩を、ニール・アームストロングとオルドリンのどちらが踏み出すかについて、オルドリン自身に相当な葛藤があった。オルドリンは歴史に、が残る一方、自らが踏みしめることを望んだが、最終的には、アームストロングの経歴が、 オルドリンより上であり、なおかつ船長とパイロットの立場を考慮された。さらに月着陸船の構造上、パイロットが先に降りることが難しいため、アームストロングが月面の第一歩を踏み出すことになった。オルドリンは月面に降り立った二人目の人類という名誉を自身の敗北と感じた。アームストロングとの間でも感情的なしこりが残った。 地球帰還後は一種の目標喪失状態に陥り、また生来非社交的な人物であるにもかかわらず、月面着陸を達成した宇宙飛行士として、手術の催しに引っ張りだこの生活に耐えきれず、うつ病を患った。地球帰還後のことは、立花隆史、宇宙からの帰還、中央公論者、1983年に詳しく、記されている。オルドリンはその歴史が古代、 エジプトまで遡ると言われるフリーメイソンのメンバーで生産式を行っている。モントクレア高校及びウェストポイント陸軍士官学校を卒業する。その後空軍将尉に任官し朝鮮戦争に従軍、海 -86 セーバー戦闘機のパイロットとして2機のミグ -15 を撃墜している。朝鮮戦争より帰還後、ネリス空軍基地、ネバダ州及び アメリカ空軍士官学校に勤務する。軍を一時離れ、マサチューセッツ工科大学、MIT に入学、1963年に宇宙工法学で博士号、PhD を取得する。空軍に戻り、空軍基地射撃教官や空軍士官学校の教官を歴任する。西ドイツ中流の第22戦闘飛行隊の隊長として、 マイマナス100スーパーセーバーパセバ戦闘機に登場するその後、ジェミニ計画実施部に配属され、1966年11月にジェミニ12号の操縦を担当した。アポロ11号の月面着陸ミッションにおいては、月着陸船のパイロットを務めた。空軍大佐で退役した。1969年に来日した際、日本政府より文化勲章を贈られた。 シブレル事件とは、アポロ11号の月面着陸は捏造だと主張する陰謀論者で、映像監督のが2002年9月オルドリンをビバリーヒルズのホテルで待ち伏せして突撃インタビューを試みたところ、オルドリンから暴行を加えられたと主張する事件である。これに対して、オルドリンの弁護士は、シブレルはオルドリンをしつこく追いかけ回して、聖書に手を置いて、 ガツに言ったことは事実だと誓ってみろと強要した上で、言ってもいないところについて、インタビューや著作で報酬を得るのは、詐欺、窃盗行為だと詰め寄ったと主張。さらに柱を背にして立つオルドリンの面前に迫って、聖書を片手で振り上げながら嘘つき、卑怯者、と罵声を浴びせかけられるに及んで、さすがのオルドリンもたまらず痺れるの顎に拳を一発、喰らわせ、 彼がひるんだ隙にその場から逃れて警察を呼んだのだという。その一部始終が複数のビデオに録画されており、事情聴取の後にそれらの映像を検証したロサンゼルス市警察は、シブレルガドを超えた挑発行為を必要に繰り返したことは明らかだとし、逆にオルドリンには罪を問わなかったばかりか一切の費用も認めなかった。オルドリンはその生涯のほとんどにおいて、 バズを自身の名として使用している。オルドリンがまだ子供の頃、彼の自死が弟である彼のことを話していたとき、ブラザーと言うべきところがしたったらずで、ブザーと言っているようにしか聞こえず、それがおかしくてたまらなかった。その後もからかい半分で、これが繰り返されているうちに、やがてそれは短縮されて、バズとなり、それがあだ名となって定着し、ついには、 本人が講師を問わず署名の際に使用する通名となってしまった。最終的にオルドリンは1988年にこの通名の方を法的に正式名としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。